ちゃん。いや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 。あ、ユッフィ、楽しそうに何しているのにゃ。あのね、レシピ本見てたの。そろそろコンビニ飯はやめて、お弁当ちゃんと作ろうかなって思って。ほら、お弁当作れる女子ってポイント高いじゃない。ユッフィはどんなお弁当を作るつもりだにゃ。まあ最初から背伸びしても続かないから、まずはライスロールドシーウィード。にゃにゃにゃ、なんだかおしゃれそうだにゃ。シーウィードってなんだにゃ。海苔。ただのおにぎりだにゃ。ビズシーズニング。シーズニングってふりかけ。なんだにゃ、英語にしてるだけじゃないにゃ。何よ。あ、わかった。カプチーニャン、私の女子力が上がって彼氏ができちゃうのが嫌なんでしょう。嫉妬。にゃにゃにゃ、まあそれは。ああ、そうだ、今日も猫の動画があるから一緒に見ようにゃ。すっごくお風呂に入りたい猫だにゃ。しょうがないな。それではにゃん、に、1、スタート。あら、お風呂場に入っちゃうの。ご主人がお風呂入ってるのが気になるんだね。かわいい、顔から入るの。あー、かわいかった。カプチーニャも脳かき別れたれてないで、このくらい甘えてほしいよね。でもそれにしてもお風呂に入りたがる猫って珍しいね。じゃあここで猫の豆知識を一つ。猫が水を嫌がる理由は毛が関係してるのにゃ。猫の毛は水を弾かないから、一度濡れるとなかなか乾かないのにゃ。びしょびしょになった猫は命の危機を本能的に感じるから水が嫌いなんだにゃ。カプチーニャンはずっとコーヒーに浸ってて大丈夫なの。あ、そうだにゃ。え、無視。あれ、行くにゃ。自称日本一早いお誕生日おめでとう。まあ、もうそんな時間。じゃあお祝いしよう。本日7月20日誕生日の人は阿部子さん。おめでとうございます。阿部子さんはお笑いコンビコチョウランとして活動し、現在は旦那さんと大分に移住。女優としてミュージカルにも出演するなど頑張っているんだにゃ。アグレッシブな人なんだね。そしてそして平辻智子さん。平辻智子さん、今ちょっと噛んだにゃ。ごめんなさいにゃ。平辻智子さんはおしんなど数多くのテレビ番組やアニメに出演する女優さんだにゃ。おめでとうございます。それでは阿部子さん、平辻智子さんほか全国7月20日生まれの皆さん、せーの、ハッピーバースデー&ハブアニャイスデー。